このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。田中女性女子の不動産大学不動産カフェ編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今日はちょっとですね、少しちょっとゆったりちょっとカフェ風にですね、ちょっといろいろとコーヒーメーカーとかですね、こんな感じでちょっと置いてみました。今日はですね、最近コメント欄の方にいろんなご質問増えておりますので、そのご質問にですね、ちょっといくつかお答えをしていきたいなというふうにですね思っております。今日はですね、いつもみたいにちょっと速いスピードじゃなくて少しゆったりした感じでですね、お送りしたいと思っておりますので、リラックスした感じでですね、聞いていただければ、コーヒーなんか用意していただいてですね、ちなみに私はこちらアイスコーヒー飲んでおりますけども、飲みながらですね、お話聞いていただければと思います。もちろんですね、宅建試験とか実務に関するですね、お話をしていきたいと思います。ということでですね、早速行ってみましょう。高野さん、ありがとうございます。いつも分かりやすい動画ありがとうございます。とんでもございません。今回の動画には関係ないのですが、宅建の捨て問題を教えていただきたいですということでですね、ご質問いただきました。これもですね、よくコメント欄に多いんですけども、要するにですね、この分野は捨てた方がいいんじゃないかとか、ね、この分野は難しいから後回しにした方がいいんじゃないかとか、いろいろあると思うんですけども、これ私の見解なんです。宅建試験とマンション管理士と管理組申請全部に共通すると思うんですけれども、まずですね、ここの分野は捨てていいという分野はありません。これはですね、まず第一でございます。ここの分野難しいし、コスパが悪いから勉強しなくて飛ばしていいですよっていうところはないです。勉強の順序でですね、こういうふうにした方がいいっていうのはありますよ。例えば権利関係後に回した方がいいとかっていうのはありますけれども、ここの分野難しいから捨てた方がいいっていうところは、宅建試験、マンション管理試験、管理業務審査試験、不動産関係の資格に関してはありません。ちなみにですね、行政書士についてはあります。これちょっと後で話しますね、置いときますけど、捨てていい分野はありません。これなんでかっていうとですね、どの分野についても、例えばですね、民法とか、あと宅建業法とか借地着火法とかですね、区分所有法だとか、あと税金関係の問題とか法令制限とか、いろいろあると思うんですけども、どの分野に関してもある程度ですね、学習をすれば十分点を取れるやつが多いんですね。なので、それを捨ててしまうとですね、ちゃんと真面目に勉強した人は1点取って、捨てちゃった人は1点取れない、そこで1点差がついちゃうってことになるので、通常にもったいないんですね。そんなに難しい分野はですね、この4資格の中にはありません。なので、苦手に意識を持ちやすいのは分かりますよ。税金とか苦手意識持ちやすいのは分かりますけども、思っているほど深い知識は出てこないんですよ。思ったよりも深い知識が出てきた問題はみんな間違えるんで、そこで点数の差はつかないんです。ただですね、ある程度基本的な問題が出た時に、そこを捨ててしまっていると、みんな取れてるのに自分だけ取れないっていうことが起きるんです。これがですね、不合格に直行してしまうので、この状態だけは回避しなきゃいけないんです。なので、まずここの分野は完全に捨てていいという分野はありません。ただですね、一つお伝えしておきたいのは、試験当日にですね、すいませんね、いつもの癖でどうしても話すのちょっと早めになっちゃうんですけども、試験当日に問題を解いていて、この問題ちょっと難しいなって感じる時って必ずあるんですよ。例えばですね、具体的に挙げるとすると、判例問題とかですね、あとは具体的に聞いてくる問題、特に権利関係に多いんですけども、こういうケースだとどれが正しいかとか、どれが間違っているかっていうような問題に関しては、現場思考能力は問われるんですよ。あんまり過去問で出てないですね、新しい問題が出てきてる可能性があるんですね。そういう問題って考えるのにも時間かかるし、時間かかった挙句間違えるっていう可能性が非常に高いんです。ですから、そういうですね、難問に出くわした場合に関しては、もうすぐに飛ばしてください。難問かどうか判断つかないっていう場合に関しては、ちょっと考えて分からないなと思ったら飛ばした方がいいです。これですね、試験当日に分からない問題をとりあえず飛ばして先に進むっていうのはですね、とっても重要なんです。これですね、宅建試験とかですね、さっき言った4資格、特に宅建試験そうなんですけれども、試験当日にですね、絶対に解けないような問題が3問から5問ぐらいは絶対に紛れ込んでます。結局ですね、受験生に満点取られるわけにいかないんです、出題者としてもですね。ですから、難問奇問のような問題が必ずですね、3問から5問ぐらい紛れ込んでいるんです。これをまず頭に入れてください。で、この3問から5問に関してはみんな間違えます。みんな間違えるから、ここで点数開くことはほとんどないんです。勘で当たる人はいるかもしれませんけど、ほとんど外れるんです。で、ほとんど外れる問題に長く付き合ってしまうと、他のですね、必ず取らなきゃいけない問題に時間を割けなくなって、そっちを落としちゃうとものすごくですね、マイナスになるんです。なので、基本的にですね、試験当日に関しては、そういうですね、飛ばした方がいい問題、捨てた方がいい問題っていうのは実際あります。ですから、そこに関してはもう躊躇なく飛ばして後回しにするっていうことをですね、もう意識して、模試とかやるときからですね、取り組むっていうことはとっても大切です。ですので、まとめますと、分野としてここの分野勉強しなくていいです、捨てた方がいいですっていうところはありません。ただ、試験当日に関して難問奇問っていうのは3問から5問ぐらい出るので、そういったものに関してはどんどん飛ばして後回しにして、最後時間が余ったときにそれに着手するってことですね。目安としては、やってみてちょっとって分かんないなっていう問題とか、あとは計算問題、それから相続のですね、相続分をですね、考える問題に関しては、時間
間がかかるので、たとえ解けたとしても時間がかかりそうな問題に関してはとにかく飛ばして先に行くというのがですね、試験攻略上とっても大事になりますので、そこは覚えておいてください。ちなみにですね、行政書士試験に関しては私もですね、過去の動画でいろいろ言ってるんですけども、行政書士試験って五子択一なんですね。五択問題なんですね。ものすごく時間かかるんですよ。なので私の場合はですね、最後試験時間中に最後までたどり着けないっていう状況が起こり得る感じのですね、ペースだったので、私はですね、会社法と商法は完全に捨てました。そこに関してはですね、もうコスパも悪くて、そこを解いてると他の問題が解けなくなるっていう状況に私はなってしまったので、商法と会社法に関してはそこに関しては私はもう捨てて、まあ、捨てたって勉強はある程度しましたけども、試験攻略上ですね、そこを解くということはもうしませんでした。もう間に合わないんで、そういうことはしました。なんで文章を読むのが遅い人とかはですね、そういう対策も行政書士試験になってくると必要になってきます。続いてのご質問いきます。坊さん、ありがとうございます。今年どうしても宅建試験に合格したい。テキスト分野別問題集、過去10年分の問題集を持っています。田中先生の動画を見まくり、紙一枚勉強法も購入しました。ありがとうございます。4月から本格的に学習を始め、現在一通り宅建業法を終えまして、年度別過去問を宅建業法の部分のみランダムで2年分やっていましたが、9点と11点しか取れずに相当へこんでいます。今一度宅建業法をやり直すべきなのか、それとも次の予定に移っていいものか、ということでですね、ご質問いただいております。はい、これ皆さんどう思いますでしょうか。これですね、一通りやった後に過去問やってみるとですね、あんまり取れないっていうのはですね、もう初心者の受験生にですね、もうあるあるなんでございます。これあるあるですよ。これもうあなただけじゃないですからね、もうみんなそうなんですよ。これはですね、そんなに簡単じゃないんですよ、宅建って。一回テキスト通しで読んでですね、ちょっと過去問とかやったぐらいでは、他のですね、年度の過去問がすぐ解けるかっていうと、まあ、頭のいい方はそれでも解けるのかもしれませんけど、なかなかそれでは解けません。そんなに簡単な試験じゃないですね。で、これ大体9点から11点ぐらいということなんですけど、まあ、まあまあだと思います。で、ここからどういうふうにしていかなければいけないかというと、もっとやっぱ周辺知識がこれ足りないんですよ。で、ちょっとこの方がどういうふうにですね、学習を進めていらっしゃるかは分からないんですけども、どうしても過去問の活用が足りないとですね、周辺知識がカバーしきれていないので、そのカバーしきれてない部分からですね、問題が出てくると得点を逃してしまうということなんですね。あとはこれですね、ある程度知識を覚えていたとしても、問題を解くという時にですね、その知識が応用できてない可能性がかなり高いです。だから9点から11点というふうになっちゃうんだと思うんですね。これに関してはもうある程度慣れていくしかないんですよ。宅建試験のですね、試験問題っていうのは繰り返しやっていくことによってある程度慣れてくるんです。こういうことが聞きたいんでしょ、この知識を聞きたいんでしょっていうことがもうパターン化してるっていうことが自分自身で分かってくるんですね。これはまずですね、第一段階なんです。そこまでいかないと、変な話ですね、テキストに書いてあることを全部暗記できていたとしても点数が取れないんです。それなんでかっていうと、何を聞いているのか、何を聞かれているのかっていうことが瞬時に判断できないからなんですね。なぜ判断できないかっていうと、やっぱり慣れが足りないんですよ。なんでやっぱりある程度は一回一通り通してやったぐらいではですね、まだ全然慣れてませんので、その辺のところをですね、何度も繰り返しやっていくうちに、だんだんですね、あ、これやっぱりこういうことをこの分野のところでは聞きたいんだなっていうことが分かってきますので、そこのところをやっぱり理解するまでにやっぱり時間はかかります。で、先に進むべきなのかどうなのかということなんですけども、これ必ずですね、これ他の動画でも言っておりますし、紙一枚勉強法でも書いてますけども、宅建業法終わって法令制限もちろん進んでもらっていいんですけども、法令制限進んだ後も宅建業法はずっと継続してやってください。そうやってやると大変なんじゃないですかっていうふうに言う人いるんですけども、大変ですよ。試験勉強っていうのは大変なんです。そういうもんなんです。これですね、宅建業法がこの状態で、宅建業法ひとまず終わりにして法令制限行くとですね、法令制限終わって宅建業法戻ってきた時にはですね、ほとんど解けないと思います。それなんでかというと、忘れちゃうからなんですよ。法令制限と宅建業法で使う知識全然違うので、法令制限に入って宅建業法を何もやらずにでつかずの状態にしてしまうと、多分忘れます。もうこれ 1,2 週間でかなり忘れます。で、すごくショック受けます。で、もうやめようかなっていうふうに思い始めます。これだけはですね、絶対にダメなんです。ですから宅建業法は9点から11点しか取れずにへこんでるってことなんですけども、それは大体みんなそうなんで、へこまなくていいんです。だから継続してやっていってください。そのために紙一枚勉強法があるんで、必ずですね、継続して一定間隔でやりつつ、法令制限の方も少しずつ始めていくっていうことをやってください。これをやらないと、試験勉強は全部終わった時にですね、全てのことを覚えてられないです。最初の方にやったことをどんどん忘れていっちゃいます。これはですね、本当に重要です。重要なこと、先に進むことじゃなくて、やってきたことを忘れないようにして徐々に進んでいくっていうことです。忘れないっていうことをですね、常にですね、頭に入れてください。忘れないようにするためには、やってきたところをずっとやり続けていくということです。で、やり続けていくとですね、もちろん溜まっていくんですけども、何回も何回も繰り返しやっていくとですね、一つの問題を解くのにですね、そんなに時間がかからなくなります。周辺知識まで思い出したとしてもですね、結構瞬時にそこができるようになったりするんです。そういう風になっていくので、単純にですね、理屈で考えると、ものすごい後に行けば行こうと大変になっていくやり方っていう風に思うかもしれませんけれども、もちろんそうなんですけれども、思っているほどじゃないです。それはですね、何度も繰り返しやってるうちに、繰り返しやってるところはスピードが上がってくるからなんですよ。それはですね、やらないとわからないです。
まあ、実際ですね、それをちょっとやってみていただけると大変ですけど、それをやることによって忘れるというリスクを回避することができますので、やってきた分だけ確実に点数が伸びるという状態になります。それは間違いないです。なぜなら忘れないからです。まあ、そういうことでございます。ぜひですね、実践してみていただければというふうに思います。最後のご質問いきます。ジル2011さん、ありがとうございます。こんにちは、いつも勉強させていただいています。空室があるアパートに管理業者の看板が出ていても、登記を上げてオーナーを直接訪問してもいいものなのでしょうか、ということでございます。これですね、私はこの前ちょっとあの動画の方でお話しさせていただいた、まあ、営業するんであればこういうふうに営業しますよという話で、まあ、あの大家さんの方ですね、直接足で歩いて行って訪問して、あのどんどん媒介契約、専任媒介契約とか交わしてですね、物件を確保していくっていうような話をしたんですけども、確かにですね、これあのアパートなんかこう歩いているとこう管理会社どこどこって電話番号とか貼ってあったりするじゃないですか。まあ、そういうふうに他の会社がもう管理してるっていうのは分かっている物件とかでも大家さんにアタックしていいんでしょうかっていう、そういうまあご質問だと思います。これですね、まあ、正解があるお話じゃないんで、私だったらどうするかっていうお話をしますよ。これ私であれば関係なくやります。もう要は投稿を上げるなり、大家さんが隣に住んでるなり、これ言ってもう直接ですね、交渉します。まあ、これはですね、まあ、あの地域によっても多少は違いはあるかもしれませんけど、地域によって不動産屋同士仲良くやってるっていう会社場合もあるので、そういう場合にですね、なんかあの他の不動産屋と揉めたくないっていう風な感じで考えるんであればやらない方がいいかもしれませんけども、私の場合はですね、そんなこと一切考えませんから、特に都内なんかはですね、そんなこと言ってられませんので、管理会社なんか星の数ほどありますから、管理物件の取り合いなんですよ。もう本当奪い合いです、あの不動産管理に関してはですね。でこれ実際私が実務をやっていた時も結構看板出てる物件いっぱいあったんですけども、もう無視ですよ、完全無視です。まずですね、どうするかというと、空室があるなと思うじゃないですか。空室があるなと思って、そこにあの不動産会社の看板に電話番号とか書いてありますよね。まあ、書いてあったとしても、まず何をするかというと、まあ、基本的にですね、アパートとか一棟ものの物件に関しては物件の周囲に大家さんが住んでる可能性結構高いんですね。まず同じ敷地内をですね、こう見て、大家さんの自宅らしきところがないかなというところを見るんですね。あとは例えばですね、マンション大谷とかですね、ハイツ上田とかですね、大体大家さんの名字がですね、物件名についてることって結構あるんですよ。だそういう場合にその同じ名前のですね、表札を探して、であればそこに突撃していってインターホンを押すとかですね、そういうことをやってました。まあ、昔はですね、もう入居者の人に直接聞いちゃうってこともあったんですよ。入居者のとこ訪ねていてですね、すいません、大家さんどこに住んでますかっていうふうに入居者に聞くっていうこともやってました。ただ今あんまりそれやるとですね、あんまりちょっとあのご時世的に良くないっていうのもあるかもしれないので、まあ、そこまでやらなくてもいいかもしれませんけど、まあ、基本的にはそれで大家さんが分からなければ当本を取ると、当本を取って、まあ、そこに当本を取る、大家さんの住所書いてありますからね、そこにもう大体突撃していって交渉するということをやってました。なんで不動産屋の看板、管理会社の看板が出てる物件までそんなことやるのかというと、これですね、2つ理由があって、管理会社の看板が出ているからといって自社が物件にできる可能性がないというわけじゃないんですよ。まず第一のお話としてですね、ここの時点でもう気が引けちゃって、これはもう他の会社で管理してるから無理かなっていうふうに思っちゃう営業マンは営業にあまり向いてないと私は思います。そういうことを言ってるとですね、もうなんていうんですかね、こうチャンスをいっぱい逃すんですよ。もちろんなかなか管理に抜きにくいっていうのはあるんですけども、中にはですね、その管理会社に不満を持ってる大家さんなんかも結構いるんです。あとは管理会社の看板出てるけれども、もう管理をしてないっていうケースも結構ありました。結局看板剥がし忘れたりとかですね、剥がすと汚くなるからそのままつけっぱなしになってるとかあるんですよ。そういうことだ、そういうチャンスを逃しちゃうので、基本的に別にあの管理会社が入ってる物件だったとしても、そこを抜くに行くつもりでですね、全然アタックすべきだと個人的には思います。実際私はそういう風にやっておりました。まあという感じでですね、まあいろんなお話がありますけれども、まあ、最近本当にコメント欄の方にですね、たくさんコメントご質問いただいておりましてですね、本当にありがとうございます。今後もですね、こんな形で、まあ、ちょっとゆったりとした感じのですね、雰囲気の動画も撮りつつですね、いろんなことを回答していきたいなというふうに思っております。ということでですね、皆さんも少しコーヒー飲みながらですね、休憩しながら学習をしていただければと思います。ということで、また明日。